3、4コーナーの中間です。前半はやはり33秒台の中間というところ、まずまずのスピードになりました。さあどうなるか、メチロダーリング逃げている、メチロダーリング逃げている、さあこれを捕まえようという赤い帽子飛んでくる、これがアグレスワールド、アグレスワールド先頭が、アグレスワールド先頭、そしてこの辺からブラックホール、ブラックホールがエンジンがかかったかどうか、真ん中大竹が渡って戻ってくる、さあ先頭はこれ7番ディバインライトに勝った、ディバインライト、さあ大外から、大外からやはりキングヘイロー飛んできた、キングヘイロー飛んできた、キングヘイローか、キングヘイローが投げ切った、キングヘイロー、キングヘイローがまとめて投げ切った、恐ろしい末脚、ついに G1 に手が届いた、ブラックホークは来ません、勝ったのはキングヘイロー。